駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーマークスタムです。今日はね、そしてリアル和義カップに来てます。ありがとうございます、どうですか、リアル和義カップ。どうですかってなやつ、友達に絵描いてもらって、まあね、僕いつもこうポーカーやってるじゃないですか、はい、ポーカーを自分のワンテーブルトーナメントやって、はい、で、岸さんが呼んだら、たまたまね、これ、ね、これが、これが来た。で、ね、美少年おじさんも何回か参加してますけど、そうなんですよ。どうですか、腕前の方。あ、腕前、最初はね、この素顔の方に来ちゃったんで、うん、もう美少年おじさんとも何にも知られない状態でやってたんですけど、うん、結構やってますよね、腕前の方どうでした。そこそこやってます。そこそこやってますよ、ね、もう先生にも。美少年おじさんじゃないその素の方って結構ポーカー界隈でいい感じにコミュニティに属してるんですよ。あ、結構ね、そう、まあ言い方はこう人懐っこいって言い方いい言い方するんだけど、悪い言い方すると結構なれなれしいんだよね。だから私ちょっとね心配だったんで、ね、結構ピョコタンカップに紹介するのに行ったらまあ、じゃあ行ってきますって言ったんだけど、ピョコタンちょっと初見で慣れ慣れしいのちょっと嫌がるじゃないですか。だからそこちょっとね、なんか心配だったんですよね。なんかこうグイグイグイ、結構ビジュアルおじさんグイ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 初見で行っちゃうタイプだから、ちょっとピョコタンに嫌われないかなって心配だったんで、その辺どうでした。いや全然もうかなり低姿勢で下から来てくれる。確かにね、まさかそんなに下から来るとは思いませんでしたよ。確かにそう、下から、いやいや、そう、ありがとうございます。いつもね下から来るんだけど、こう結構グイ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 入ってくるでしょ。そうそうそう、ところにそこがね、こう距離の取り方がちょっとね、まあ、私も初見から結構グイグイ来られてたんで、ちょっとどうかなっていうのは心配してたんですけど、そこは大丈夫でした。あ、いや、もう全然、もう結構だから、その素顔の方でもポーカー界で割といいポジショニング取ってるんで、うん、岸さんよりも可能性ありますよ。そう、だから私ちょっとやっぱね、人見知りなとこもあって、あんまりやっぱこういうとこ行ったりとか、まあピョコタンカップだと半分ぐらい知ってるんだけど、やっぱ他の全く知らない人だと、なんかやっぱね、気使っちゃって、なんか気疲れするような、あんま合わないかなみたいなのがあったのね。岸さんのポーカーにおける致命傷は、ポーカープレイヤーとしての致命傷は、土日休めないってことなんですよ。まあ、そこも早くね。それがもう、絶対的な致命傷なんで。まあ、それはあります。だから、超トーナメントとかね、まあ、海外の人も行けないのもね。でかいの全部土日だから。まあ、ちょっと残念なんですけど、ね。まあ、しょうがないですね、それは。そういう意味ではね、美少年おじさん海外も目指して、うん、一応行ったんですけど、その時は岸さんも長期休業を取って、夏休みとかなんか取って、まあ、みんなで行きましょうよ、韓国の夏。そうなんですね、そういうのもまあ楽しみに行ってみたいなと思って、はい、あとそうだ、美少年おじさんが、ね、ちょうど来てるんですけど、美少年おじさんがこの前ほらドラマ撮ったのをピョコタン見てくれたかなって。僕ね、ちょっとしか見てないんです。ちょっとってのはどういうの。なんかナルイットミさんがやってた予告編みたいなやつ、予告編の幼女が出てくるやつですよね。10歳の、はいはいはい、あの予告編のは見たんだ、はい、本編の方は見て、ちゃんと見ますから。そう、ちょっと待ってください。なんかね、だからナイサミさんに会うたんびになんかピョコタン見たかな、ピョコタンが見たかなって私に聞くんですよ。で、いや私がね直接聞けばって言うんだけど、いやなんかとか言って、次も続編も撮ったんですよ。そう、続編も撮って今絶賛編集中なんだけど、まあこだわりのね監督なんで、分かりました。あれ3週間前に撮ったんだけど、まあなかなかちょっとね本番が上がってこないってことなんですけどね。じゃあちょっとしっかり見てツイートで感想を書きます。まずはね、その続編なんで、続編はねもうその第一編ありきで書いちゃってるんで、なんで続編を見るにはまずね、まあ、第1弾を見ないとちょっとストーリーが分かんない。いや、僕成富さんの変なね、そういうの、それ以外にも変なショートムービーとかいっぱい見てるんですよ。あ、見てる。遊園地とか変な女優さんみたいなのやったりとか、はい、結構見てますから大丈夫、安心してください。じゃあね、美少年さんもね、ピョコタンの感想楽しみじゃないですか。まあ楽しみですね。まあどうか、多分見てくれてる。この滑舌の悪さは致命傷なんで。本当はそう、本当なんですよ。だから今日もだって私もさっき一緒にやってて、なんかレイズの額何言ってんのか、まあ、1200って言ってんだから、何って言ってんのかな。あ、チップ見て、あ、1200かみたいな。でもそれも結構なんていうのかな、何言ってるか分かんないから、相手にちょっと嫌なプレッシャーを与えるっていう意味ではいいんじゃないですかね。どうですかね。まあ、後半戦、これから頑張りますか。始まるんで、はい。じゃあね、じゃあ、ピョコタン、じゃあ、締めお願いします。はい、まあ、え、何締めというか。締めとか分かんないです。じゃあ、なんか。全国のちびっこ諸君。分かんないよ、いや。適当になんか締めてくださいよ。分かりました。君もポーカーやろうぜ。はい、ありがとうございました。じゃんけんタイムでござる。
いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。